で、このね、RC っていうのがちょっと面白くてですね、うん、エゴグラム交流分析を初めに考えた方はエリック・バーンさんだったかな、ちょっとメガネをすいません、エリック・バーンさんって方が考えたやつなんですけど、はい、やっぱり初めにこの交流分析っていうのは基本5個で紹介されるんですけども、もともとあったのがこの RC っていうのをちょっと説明させていただきます、うん、この RC 反抗の子供の自我状態っていうのは、自分が FC、うん、フリーチャイルドの自分の思いや欲求の表現とか行動がその納得できないままに押さえつけられた時に反発する行動を繰り返していくうちに、それがパターン化してそのパーソナリティ化されていくと、特に親が厳しい時にはその厳しさに対する反発で、また親が優しくてもそのおせっかいによりこれが形成されることがあると。で、今までこの5つの要素による分類では、この反発心っていうのは順脳アダプテッド AC の一部とされてきたと。でもよくよく考えるとそれっておかしくないっていう話で、内側に向かって抑えるように働く順応の C、 要は自分を抑えるのに働く AC ですね、順応の C の心理的エネルギーに対して、それとは反対にこの外に向かって発散されるように流れるエネルギーっていうのが、エネルギーの流れを紹介する TA トゥデイ、 要はエゴグラム交流分析で、ちょっと理にかなってないよねっていうのが指摘されていて、初期の頃はやっぱり5つだったらしいんです、冒頭に申し上げた5つで紹介されていたが、研究している時にこの考えていたエリック・バーンさんが RC っていうのを、この反発する子供っていうのをちゃんと研究してちゃんと紹介したが、もうその時にはそのエリック・バーンさんの弟子筋にもう主導権は渡っていて、エリック・バーンさんは RC の紹介をしたが、この弟子筋の人は多分自身に RC の素養がなかったので、そんなのないよっていうので、そんなのないよっていうのと、もうすでに5つでもう定着している、要は蛇使い座ですね、いやもう十二星座でできてるところに、いや実はっていうのが来ても、で特にこの弟子筋の人は、もう自分の中にこの RC っていう部分が全く認められないっていうところで退けてしまったと。なのでこの忘れ去られてしまったんですけども、一部まだその最近出た本ではまた RC っていうのが出てるらしいんですけど、それを見た時になんか僕の中ではそのずっとモヤモヤはあったんですね、この交流分析を見た時にも、しっくりこない、性格的にそうなんだってできる性格なので、そうなんだなんですけど、ちょっとなんか足を引きずってる感じですかね、どっかなんかキリキリ、岩キリキリしてるけど、お医者さんが治ったって言ったから、治ったんだっていう感じ、それで納得できるタイプだから、あ、そうなんだねってなってたんですけど、そうやって言われた時に、あーって、この暗いなんか懐中電灯でピカって照らしてみたら、ここにトゲが刺さってますよみたいな、よくなんかその武田鉄矢さんとかもよく言ってるんですけど、あの気持ちの病気って、最近よくいろんな名前があるじゃないですか、でどこのお医者さんに行っても体に不具合はないって言われて返されると、でも自分の中ではいやおかしいんだって俺、っていうのが分かっている、いつもここでつまずく俺っていうのは僕も分かっている、で要は武田鉄矢さんがおっしゃるのは、でその時にあるお医者さんにかかったら、精神的な病気の名前を言われたと、あなたはこの病気ですって、
って言われた時に良、うん、かったって思ったんですって、うんうん、原因があったと、うんうんうん、原因が分かると、うん、これに立ち向かえるじゃないですか、うんうん、あ、じゃあ対処すればいい、そう、うん、じゃあ対処しましょうってなるんですけど、うん、それが分からずに、うん、僕は友達が少ないと言われ、うん、で確かにその僕のこっち側で飲んでいた2人は、うんうん、いろんな飲み会があるんですね、うんうん、僕飲み会ないんですよいいですよ友達少なくて ある意味このチャンネル登録者数1800人、ありがとうございます。友達だと思えばいいです。本当私のわがままを聞いてくださりエゴを聞いてくださりありがとうございます。本当それで、はい、僕も言いましたよ、うん、あ、一応、うん、あの僕は友達だと思ってるから君たちごめんね、うん、で謝った後で、うん、でも俺は友達なんていらん、うんうん、いらんと、うん、っていう自分がいましてですね。友達って何って言ってみたらいいんですよ。親友の定義はって、定義はって、そうです、どこから友達ってって言うとやっぱり めんどくさい認定されるんですよ。はい、で言いたくなりますよ僕は。あとね、体調もね、多分ね、あの飲み会には向いてないかもしれない。じゃあ面倒くさいこと言われるとですよ。あ、なるほどね、うん、そういう友達いるのみたいな面倒くさいこと言われると、はい、友達とはって友達の定義は何。でも多分そうならないんでしょうね。 その前に僕みたいに、うんうん、そういうトラブルにならない、その飲みの席で。今回だと、はい、今回何がきっかけでしたっけ。何がきっかけで、僕は、うん、きっかけとしては、うん、僕はなんて言うんだろう、盛り上がるかなと思ってちょっと僕を下げるんですね、うんうんうん、僕を下げて、うん、提供するじゃないですか、うんうんうん、ネタを、うん、要は多分僕そういうのをしないから。あ、そうですね、うんうん、ネタがそもそも出てこないから、要はケツの穴ちっちゃいプレーをするじゃないですかまあこれ結構、はいはい、で僕は、うん、なんて言うんだろう、そこに突っ込んできたらってことですね。要はで僕はこれを素直な自分で出してるんです、うんうんうん、だって思ったんだもん、うん、嫉妬ってあるじゃん、うんうんうん、っていうと、うんうん、そんなこと言わなくてもいいじゃんになるんですね、うんうんうん、いや別にやろうと思えばできますよいい子ちゃんプレイは、まあ、あの盛り上がるかなって、ね、受けるかなっていうのと出すと、うんうんうん、そう言ってそんなとこ要は楽しく飲みたいなと、うんうんうん、そんなこと言わなくてもいい、うん、で言われると、うん、もうまたカチンとくるじゃないですか僕多分そこにならないですもんね。そこに持ってかない。そうだから多分なかなかそうは体調はならないと思うんですけど、うんうん、僕ちょいちょいね、まあこれ多分僕の悪い癖なんですけど、うんうん、自分を下げるプレーをちょいちょいするんですよ、うんうん、いや受けるとこでは受けるんで、はいはいはい、そうするとやっぱり舐めてこられるんですよね、うんうん、で舐めてこられた時にカチッてまたなるんでそういう仕組んどいてですもんね。でも僕になるとすると、はい、もうなんか最初から何もしないのにマウンティング取ってくるような人とかじゃなきゃならない。なるほど、まあ、酒癖悪い人ですね。そうそうそう、なるほどなるほど。だから僕もね酒癖は悪いわけじゃないんですけど、うんうんうん、あのそうなると、うん、カチンってこの、うん、反抗的な子供スイッチが入って、うん、あ確かにそのちっちゃい時に、うん、例えばその、僕はちっちゃい時、うん、ご飯食べてる時に、うんうん、バンってお茶をこぼした、うんうん、そうすると親は怒るんですよ、はいはい、気をつけなさいみたいな、うんうんうん、でもうって言いながらプリプリしながら拭くんですよ、うんうんうん、でごめんって謝って、うんうん、シュンとしてご飯を食べるみたいな、はいはいはい、でも親がダンってこぼすと、うんうん、あらあら、うんうん、で終わるんですよ、うんうん、おかしくねえかですよねそれ子供心に、うんうん、お前それおかしいよななんですよ、うんうん、でも言うとまたギュッて言うのとかがわーってこの走馬灯のようにあってですね、うんうん、ああ俺昔から確かにこの反発する子供、うんうん、でよくその、まあ、我々ってあの学校でビンタされる世代じゃないですか、はいはい、やっぱりされてきましたよね。されましたよ小学校から、うん、で僕もやっぱりこの小学校の時にバーンってされて、うん、キッてなるんですよね、うん、そうすると目つきが悪いでまた、うん、あの2発目が来るみたいな、うんうん、っていう、ああなんか昔からそういうのは、でそういう時に、うん、その上旬な子供が出せずに、うん、痛い目を見てきたよなっていうのがいろいろあってですね、うんうんうん、
まあ僕も反発してたかもしれないですね。反発の仕方が違うだけで。どうやってやってました？バーンとかじゃなくて、はい、怒られたら笑いながら走って逃げていくとか。ちょっと今とは想像がつかないです、はい、でいうのがあってですね、うん、あこの RC があるね、うん、確かにある、うん、っていうところで、うんうん、皆様にもありませんかこの、うん、自分の中に RC、うん、反抗する子供、うん、で今日はなんかそれの解決方法を、はい、まあ、皆さんで考えられればなっていう、うんうん、まあ一つはこの山田玲一さんがおっしゃった、うん、鏡の前、うん、で、あなたをどかしてごらん、うん、窓になるよ、うん、っていう、うん、なんかみんな自分ばっかり見てるっていうのはよく言いますもんね。じゃあ先に言うと、その山田玲二さんがはい、はい、その秘蔵の才能の中でおっしゃっていたのは、うんうん、要は俺が俺がをやるなと、うんうんうん、そう、みんな爪は隠せと、うん、お前には脳があるんだろって、うん、爪を隠しとけって、うんうん、でみんながいないところで、うん、ちょっとずつ研いで、うん、あの出せと、うん、出すべき場で出せと、うん、玲二さんなんかあのモテる方法とかもって言いますもんね。みんな俺のことかっこいいだろって服着飾ったりとか、はい、いい格好したりとか、はい、格好つけたりするけども、はい、本当にモテる人はそんなことよりも相手のことをちゃんと見るみたいななるほどね、うん、この異性にモテるだけじゃなくて他人にモテるのとかも、はいはいはい、